あのこのままだと全員モノマネになったので頑張ってくださいね。オッケーとユナ頑張ります。ユナ頑張ろうね。はい頑張ります。はい、じゃあ続きまして、はい、老若男女皆さんが知っているであろう芸人さんのネタポーズ、何しますか？みんな知ってるね。みんな知ってつつ考えて考えて、みんなだったら何何浮かべます？分かった、私だったら、私だったら回したわ。あれでしょ、あれあれでしょ、待って、いやいや、あと分かりやすいやつがいいね。みんな知ってるようなやつだよ。いや、ちょっと待って、待って、マジ分からん。簡単なやつでいいよ、自分が思いつく芸人でいいですよ。ポーズポーズ。じゃあ、なかったら作っていいですよ。あ、それがね、あるかもしれない。あ、はい、芸人じゃなくてもいい？芸人かな、あの人。とりあえず、タレラで。どうしよう、どうしよう、いっぱいいる。ユノさんさ、ちょっとさ、柱に隠れてるような感じがするから、もうちょっと左側行って、左、左。あ、いいよ、いいよ。はい、はい、はい。はい、あ、私も、あの、一人しか分かんない。はい、それでは3秒前からいきます。せーの、3、2、1。ダウン。それがちょっとね、いろいろ すごい。はあ、なるほど、なるほど。あ、私ごめんなさい。あ、こうだっすよ。あ、まあまあ、そうしたよ、そうしたよな。え、まず、じゃあジャッジいきましょうか。ジャッジは、せーの。ネクさん、何だ。え、まず分かるかどうかお客さんに聞いてみたいよね。そうだね、うん、え、これ外していいですか？外していいですよ。私芸人さんが分からないでも合ってるよ。じゃあメグオンの方、うん、分かった人、せーの、コマネチ。イエーイ。あ、ビートたけしってモノマネしながら言った人いたよ。ビートたけしで、メグオンがやったのはそれしか。いや、いいと思う、いいと思う。合ってます、合ってます。老若男女でしょ、うん、で、ゆなちゃんは、ゆなちゃん、違う、あの、ダンディ坂野さんのゲッツゲッツなんですけど、ちょっとこっち行っちゃいました。会場の方、帰る方帰っちゃった、これ言いますか。でもなかなかね、難しいですね。難しかったですね、これは。難しい、しょうがない、難しいね。はい、じゃあお客さん行きますよ、忘れてないからね。自分が思う芸人さんですよ、これ、みんなもやってよ。いいよ、芸人ポーズね。ゆかの本気でやろうよ。芸人ポーズ。芸人ポーズですよ、芸人ポーズ。芸人ポーズ。いくよ。せーのでいきますよ。せーの。コマネチ。ありがとうございました。いやー、そんな。はい、では最後、難しいもんだね。じゃあ最後いきますよ。あら、ゆかチーム、はい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 。